熊野オス7から1921年は、明治時代の日本の教育者。横浜バンドのメンバーで、明治学院大学創設者の一人である。1852年、大村藩主熊の値の子として生まれる。藩校五教官で学ぶ。1868年、母親戦争に大村藩主として従軍し、合図戦争に参加する。その後、 大村藩より派遣されて、東京に留学し、安い側圏の塾に学び、ついで英学を学ぶために、慶応義塾で学ぶ。1871年、女性宣教師のルイーズ・エイチ・ピアソンが横浜に開いた、ピアソン学校で英語を学ぶ。このほかピアソンら3人の女性宣教師を、女性教育のために本に招いた、オランダ改革派協会の宣教師、ジェームス・ハミルトンバラからは、 バラ塾で聖書を学び、同じくオランダ改革派宣教師のサミエル・ロビンス・ブラウンによる、ブラウン塾でも英語と進学を学んでいる。1883年の第3回全国キリスト神と大神牧会、熊野は最高列の右から3人目1872年に、バラより洗礼を受け、横浜バンドのメンバーとなる。バラは女子教育の寄宿学校、アメリカンミッションホームを、 設立、運営しており、熊野はその教員となった。1875年に学校は、教立女学校と改名するが、その名付け親は、熊野と言われている。1878年には、教立女学校幹事となった。1883年5月東京の新栄教会で開催された第三回全国、キリスト教神と大神木会に幹部として参加する。 1886年に明治学院が創設された際、7人の理事の一人になる。二代目、総理、伊深か之じを助けて、明治学院の教授と運営を行う。1893年明治学院を退職する。ありがとうございます。